夏休み前に小学校から書き字障害漢字が読みますか書けません。 ディスクレシア的なやつですかでは、と言われ、えー、1学期途中から不登校中の小6男子の母です。本人は中学受験したいと。算数は結構できます。えー、中学学校数学専門で金融会社の研究職に憧れもあるようですが、良いところが伸びてくれたらと思いながら、なかなか一般的な受験は難しいかもと、えー、中学行ったらゲーム好きならプログラムワーマ問題だと提案したら嬉しそうな顔していますが、母は沈ぶかんです。どんな方がおすすめですか行くべきところはあ、自由に書くのではなく、マークシート的なところで受験ができる学校に行ってください。自由に書くところだと結局書けないんですけど、読めるのであれば、実は何度 問題もないと思うんですよね。で、多分あの数学的なところで、ここはあの勝手な僕の憶測になりますけど、ある。 ののの自閉症だっっったりすするるる人てて能能力力ががけに他めめちゃめちゃゃ高いっていうのがあるんですよねなので多分お父さんがその数学的能力が高いのって多分他の能力が何らか欠落してる可能性があってそれが多分息子さんにも遺伝してるんじゃないかと思うんですよね漢字を書く能力とか手書きで文字を書く能力って今後の人生で全く使わないで向きということって可能なんですよ僕漢字をほぼ今書けなくて自分の名前以外で漢字を書いたのって乙武さんと植松さんの の名前ぐらいなんですよねなのでそれ以外の漢字って僕住所かあと日本に入る時に住所を書かなきゃいけないからそこで住所を書いたの以外僕漢字書けないんですよあの前に短いっていう漢字を書こうとして短いが書けなかったんですよだから書いてみてまず左側が「や」じゃないですか短いの左側があれ「や」だっけって書いて右側が「豆」なんですよなんか短いで「豆」っておかしくねえと思ってあれ これ、豆だっけ短いってって思い続けたら、いや、豆なわけねえだろ短いに豆っておかしくねみたいな考え始めしたら、もう漢字がわかんなくなっちゃったんですよ。っていうのがあって、僕はあの漢字書くとき必ずググるんですよね。で、ググってみて、あー、確かにこうだったわ。みたいな感じで、本当に僕漢字書けないんですよ。ただ、別に漢字書かなくても何の問題もなく生活できてるので、なので、その、書かなくても別に生活できるので、もう書けないのであれば、書けないとして暮らしていただければいいと思うんですよね。下下をしちゃ やってるんで普通に日本の生活してたらもうちょっと感じかけたかもしれないですけど、だってやっぱ豆おかしくないですかなんで短いなのに右が豆なのとか。 だから、本当すいません。小学生の人とかで一生懸命学んでる人に本当申し訳ないんですけど。はい。打ては打てるんですよ。キーボードで打って短いってできたら、あ、これが短いだなっていうのは分かるので、そのキーボードを使ってる限り、日本人としてバレることはないんですよ。ただ、手書きをするともうダメなんですよ。分かんなくなるんですよ。